ゴジカルは2008年9月29日から四国放送で放送されている情報ワイド番組である。全番組530フォーカス徳島をリニューアルする形でスタート。徳島県内の最新ニュースや天気予報、流行や話題を伝える情報番組である。番組開始時、女性キャスターには当時現役の大学生でありながら放送開始日付で 四国放送のアナウンサーとして入社した2名を起用していた。二人は2011年3月に番組を卒業し、四国放送を退社した。また、番組開始時、コメンテーターは各曜日レギュラーコメンテーター一人、ゲストコメンテーター一人の計二人だった。番組は毎日、視聴者からの様々な意見をメールとファックスで募集している。 千流の募集や画像企画もある。また、チャットモンチーなどの著名人が訪れる時もあり、番組冒頭で、キャスターの江本深夜が紹介する。年末年始や祝日には、放送を休止する。この場合、2016年3月までは、穴埋め番組が放送されていたが、2016年4月からは、JRT ニュースエブリー徳島の番組タイトルで、 ニュースエブリー第2部を臨時で、同時フルネットするようになった。また、2011年から毎年3月11日東日本、大震災報道特別番組や毎年3月下旬日本、野球機構開幕戦、ドラマチックベースボールプロ野球中継には、放送を休止する。メイン MC メイン MC メイン MC メイン MC、アシスタント MC 月曜日、火曜日。 水曜日、木曜日、金曜日、不定期レギュラー月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、月曜日、引く金曜日以上の人物の他にも、放送当日に扱う話題に沿った人物が出演する場合もある。四国放送で、リポーターやモデル、タレントとして活躍できる人材を育成するもので、毎年12月に、徳島県内に住む16歳から25歳までの方を対象に、 一般公募を行っている。毎年1月から3月まで研修を行う。新メンバーは毎年4月上旬に番組でお披露目されることが慣例となっている。ご規制募集を最後に募集されていない。主な王人は、まさきまゆ、福藤みやよい。サークル系サンクスとの共同企画で、同社とともに徳島の食材を使った弁当やハンバーガーを考案。 この企画で考案された商品は2011年から毎年1月もしくは2月に2週間の期間限定で販売され、徳島県内のサークル、K、サンクスの全店で購入できる。ありがとうございます。